ここからは特集に参ります連続企画でお送りします2024年のアれ大予想最終日の今夜ですがトップは誰に続く重要選挙と世界の懸念です先ほどもお伝えしました台湾から始まりまして今年は世界各地で国際情勢に大きな影響を及ぼす選挙が相次ぐ選挙イヤーです今夜は重要選挙を控える台湾韓国 インドの3つの日系の拠点とつなぎましてスタジオではアメリカの大統領選を展望世界情勢の先行きを見通していきたいと思います早速ゲストご紹介いたしますまずはこちら東京のスタジオですアメリカ政治に詳しい早稲田大学教授の中林美恵子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続いて中継先です台湾からは日本経済新聞の秦野司局長韓国からは藤田哲也ソウル支局長 そしてインドからは、いわきさとしニューデリー支局長に最新情報を伝えてもらいます。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずは、こちらの世界の重要選挙の中で最も注目されます。 アメリカの大統領選挙から見ていきたいと思いますバイデン大統領とトランプ前大統領の再選となるのか展望していきたいんですがまず主なこのアメリカ大統領選の流れをまとめましたのでこちらご覧くださいまもなく民主党共和党で州ごとの候補者選びというのが始まります3月5日には多数の州が選挙を同時に実施しますいわゆるスーパーチューズデーがありますその後夏に開かれる党全国大会で党としての候補者という のが正式に指名そして11月に本選の投開票日を迎えるという流れとなっています現在民主党は現職のバイデン大統領の指名が、まあ、ほぼほぼ確実だとされているんですが中林さんにお伺いしたいんですが共和党トランプ氏が指名されるこう見ていていいんでしょうか今の世論調査の結果を見ると、はい、そのような方向に進んでおりますね<ー>支持率を比べただけでも トランプま前大統領の支持率のトータルに対立候補者全ての支持率を足しても半分にも及ばないというような状況ですのでこの時点では圧倒的にトランプ氏が強いということができますしかしながらやはり今までに行われたことのない選挙の形態になっていますそれはその候補であるトランプ氏が たくさんの訴訟を抱えているということですね、うん、で裁判所から裁判所へ次から次へと、うんまあ、公判などで行かなければいけないような状況というのはかつての選挙ではなかったことですから、うん、これが一体どういうふうな影響を及ぼすのかということは、うん、明らかに今から予言することというのは難しいといとう,ふうに直近ではコロラド州の最高裁が予備選への参加資格がないと。はい と、はい、いう判決を下してそれに対してトランプ陣営は連邦最高裁判所に上訴したという今状況になっていますアメリカの共和党もこれはあのよろしくないということで、うんえーま、上訴していますし結局のところ最高裁がこれについて判決を下さなければ、はいうんま、コロラドだけの判決ではそれは実行になかなかできないということになります。うん、というののはは最高裁の判決が下るまでコロラド州は その判決が下りた内容を実行することができないということなんですね。しかもコロラド州だけではなくて、様々な州で似たような裁判が起こっています。ついこの間はメイン州の、えー、あの地方の裁判所がやはり同じような判決を下しました。しかしながら、これがあちこちで起こることによって、アメリカの選挙自体が混乱する可能性があるので、まあ、やはり。日本 まあ日本から見ていてもそうですし世界中から見ていてもこれはやはりアメリカの民主主義の混乱というのを世界に見せつけるのはよろしくないとアメリカ人も思うはずですからなんとか最高裁がこれについては決着を出さなければ混乱が長引くのではないかというふうふにも指摘されているんですね。と 説得力のある結論を出してほしいということです、ねはい。1月の終わりなのか2月なのかとといいうところだと思いますねなるほどで、まあ、もし仮に、それで g サインが出てトランプさんになりましたとした場合にバイデンさん対トランプさんになるわけですけれどもこうなった場合はどっちが優勢というふうに今言われているんですさまざまな世論調査が今行われていますけれども、はい、トランプ氏の方が最近優勢に。 実はなってきてきいますこれは赤がトランプさんですね、はいはい、ネバダ州、アリゾナ州、はい、ウィスコンシン、ミシガン、ーペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージア、この辺でトランプさん有利と、これはいわゆる激戦州、です、ね、そうなんアメリカ全体の世論調査を見ても、もうカリフォルニア州などは、またニューヨークなどは非常に まあ住民が多いんですね、うん、そうすると全国の世論調査をしてしまうと、うん、そこの住民の票というのはたくさんきますよね。<ー>票というか世論調査の結果がけれどももう一旦そうこの民主党なら民主党共和党なら共和党が勝ってしまうとなった州は、うんはい、ウイナーテコールで全部その選挙人を取ってしまうことができるので、うん、いくら世論調査に大きな州が 影響を与えたとしてもそれが選挙結果にならないんですというのは、うん、選挙人の制度があるからなんですで、これらの接戦州が最終的には大統領を決めるだろうと言われていますうん、うん、そこで軒並みトランプさんがリードしているという状況なんですね。すい,すねいや本当に、あのー <laughs> まあ裁判が始まる前はそうでもなかったんですけれども、はい、裁判というかまあ訴訟ですね、はい、いろいろなその訴訟が行われてでトランプ氏がいろいろなこうマグカップを売ったりだとかネクタイを売ったりだとかということでうん、うん、逆にそれを利用したということがありましたよねうん、うん、そうしますとかなりの頑張、まあ、支持層が結束したということもあるし、うん、PR 効果にもなったということがあってまた人気がよく。 高まったそれから、うんまあ、ウクライナの問題そしてガザの問題、はい、それから移民の問題ですね特に不法移民、うん、こういった問題が今ものすごく大きくなっていてこれでやはりバイデン氏の支持率が逆に下がっている、うん、ないかという はい。トランプさんそこついてますね。今ね。かなり批判を受けています。うん、またご高齢ということもありますよね。ね。はい、はい。ではこの辺で続いて今月の13日に投開票を控えています台湾の総統選を展望していきたいと思います。では台北から羽田さんよろしくお願いいたします。失、え、礼、ー、はい。台湾の総統選の候補者というのがこちら3名となっているんですね。はい。赖声川さん、高友喜さん。 川文哲さんとで与党がこの民進党の来清徳さんという状況ですね。もうあと1週間ですけど秦野さん、これは誰がどんな状況に今の状況はですね、はい、民進党の蔡英文政権の路線を引き継ぐというふうに表明をしています。うん 同じく民進党の来清徳さん、はい、この方が優勢を維持しているというふうに見られております <laughs> 野党もですね、はい、国民党の候補が追い上げていて、はい、集会など行きますと非常に家内のの人数を動員しているんですけれども、はい、まだ情勢をひっくり返すほどには至っておりません。う ただその過去の総統選を見るとですねえ直前にえ事件のようなことが起きたりハプニングが起きたりという例がありますのでえまだ最後まで目が離せないい状況だと思います、うん、あの要するに高さんえ国民党の方うの小遊さんが来世徳さんを追い上げているようなそういうい状況でこの最後の週を迎えたという,ういう理解でよろしいんですか。 はいまあ、正確に言いますと12月ま末までは割とそういう勢いがあったんですけれども、はい、お年明けからその差をさらに縮めたかどうかというのはちょっと微妙でして追い上げた状態でまだその差を縮めきれていないというのが正確な表現ではないかと思いますなるほど、あのー、台湾の今の世論なんですけれども、えっとまあ、一応、民進党大清徳さんはどちらかというと中国に対して非常に距離を置く、まあ、独立志向が強いと言われている方で,で一方の国民党の宏優樹さん、うん はかなり親中的な人だと、まあ、中国とより協力関係を結びたいというふうに一応理解されてるんですが、はい、世論はですね、まあ、例えば香港の、はいまあ、治安維持法とか民主、ね、化運動が潰されたとかいろんなことがあってからやはり中国の一国二制度っていうのは嘘なんじゃないかという。 遮断心が非常に高まったと思うんですけども、その辺があっても、やはり国民党に政権交代させてもいいんじゃないかという世論があるという、そういう理解でいいんですかはいまだそれが大きな流れには至っていないんですけども、うん、もやはり国民党というのは一定の勢力を担っておりまして、うん、まあ経済を考えれば大陸は無視できないということで、うんうん、そういう意見が一定数あるのは間違いないと思います。うん なるほどであとです、ね、ずっと気になっているのは中国がいろいろなその情報戦、例えばソーシャルメディアなんかを使った、えー、世論に影響力を及ぼすような介入をしているんじゃないかと、えー、いうこと、あるいは偽情報の拡散ですね、と言われてたんですが、これは実態としては今、どんな感じになっているんですかね。そうですねあの今、ここに掲げてあるようなことは引き続き続いていると見られておりましてこれ、現実にやってることなんですね。えーま はいあのまあ、少なくとも台湾当局はこういうのがあったというのを発表している事例が多いですね例えば偽の世論調査拡散したりであと、はい、気球が台湾本島を横断したんですねこれはこれは連日のように横断しておりますそうなんだこれは要するにあんまりあの行き過ぎると中国軍はもう力を行使するぞというある種の死意行為ということですね。これは まあそうですね。あの上空を、台湾本島の上空を通過しているわけですから、うん、あの威嚇しているというふうにまあ言っていいと思います。なるほど。で、あと爆撃機、中国の爆撃機などが中間線を越えて侵入し、てこれも起こっていることなんですね。 はいこれも数日前に実際にあった例ですねあなるほどで、まあ、台湾への優遇関税、一部見直しするぞと言ってみたり、あともう一つ、これ、えっと、台湾のアイドルグループに親中的な発言をするよう働きかけ、はい、これは実際にそのアイドルグループはそういう発言をしたんですかあこれはですね、このアイドルグループは、はいえー、あったかなかったについて発言を控えてまして、まあ、そういう報道があったと、で台湾当局もまあそれがあったことは否定していないという状況です。あなるほど でこれらのこの中国のまあ影響力行使、の情報戦ですね、これは台湾世論には一定の影響を与えているとここに書いてあるような例は、ですねあ,の、まあ、ある意味露骨な介入とも言えるので、うん、反発を招いている面もあるんですけれども、これ以外にも、ですね例えばその、まあ、台湾の町内会長と呼ばれるような人たちをたくさん台中国本土に連れて行って接待したりですとか、あの国民党の要望を受けて、あの 農産物の輸入をですね認めたりですとかやってまして、うん、まあ実際にそのお金ですとか人と人とのつながりというのは非常にまあ把握できないその水面下の上はかなりあると見られているんですね。うこういったのはその特に国会議員選挙も同時にあるんですけれども、はい、そちらの国民党の議席奪いにつながるんじゃないかというふうに見られております。えっと今の情勢分析では総統選は民進党のライさんが。 取るんですが、えー、立法院議会の選挙は逆に野党、はい、国民党勝つんじゃないかとそうう言われてるんでしょうかねあの正確に申し上げますと、はい、民進党は過半数は取れない状況に追い込まれる可能性が高くて<ー>、えー、ただ、国民党も過半数取れなくて。あその はい、第1党の座をまあお互い競うんですが両方とも取れないと、うん、でそこでその第3政党のです、ね、カ・ブンテスさん率いる政党がまあまあ自由議席近くです、ねうん、取ってキャスティングボードを握るんじゃないかというのが今、一番蓋然性が高いシナリオです、うんうん。なるほどで、まあ、仮に総統選第3、民進党第3勝って日本はそういう状況になったとするとです、ね、それに対して中国というのはどう出てくるというふうにご覧になってますか。 やはりですね民進党というのはあの宣言こそしないものもの独立志向の強い政党とみられておりますから、はい、やはり中国は相当警戒すると思うんですね。うんうんうん えー、特に、まあ、過去の例でいきますと、まあ、任期は1期4年なんですけども、任期8年務めていますので、うん、各総統がですね、そうしますと、中国から見ると、習近平さんが80歳近くまで、まあ、あ来世特性期が通く可能性がありまして<ー>、えー、かなりこれは苛立ちや焦りというのを募らせるんじゃないかというふうに思いますうそうすると、ライさんはまあ独立主義者で、あ,、まあ、ある種、危険人物だという。 まあ、キャンペーンをもっと強める可能性があるというそういうふうに見ておけばいいいですかねはい、中国はそう見ているのは間違いなくておそらく、うんまあ、経済的、あるいは軍事的な揺さぶりというのを続いて再び今度アメリカの大統領選挙を見ていきたいと思うんですが今、国際情勢の大きなリスクとされているのがトランプ氏の大統領の復帰もし,トラもしトランプ氏が勝てばという表現も出てきています。 トランプ氏の大統領復帰で予想される強権政治や自国の第一主義に世界はどう備えるのか、えー、べきか備えるべきか考えていきたいんですが、えー、トランプ氏の大統領復帰これがもたらす世界情勢への影響、を中林さんはどんな風にご覧になってますか、はい。かなり大きいのではないかなというふうに思います。まあ、トランプ氏が当選すればウクライナの戦争をすぐにでも止めるということでしたけど、それをやめさせるということはつまりウクライナに支援を しないということで。うん、ていうか今のあのロシアの占領しているところもロシアにあげるってことですよね,ねロシアは大喜びでしょうね。だからこそアメリカの大統領選挙をじっと待っているという可能性も十分ありますよね。それぐらい大きな影響が起こりますし。し、うん、ヨーロッパの国々そして NATO との協力、うんうん、あそれして同盟国との、うん、まあ。 歩調であり同盟国を助けるそのアメリカの立場みたいなものもだいぶ変わってくるのではないかと言われています前のトランプ政権の時もかなり NATO の中でのアメリカとヨーロッパの,この関係でぎくしゃくしていたと思うんですけども、はい、これはもっとエスカレートする恐れありますかね。